私の母親は、若年性痴呆症になってしまい今は施設に入っています。トメがそのことについて、うざいぐらいうるさいんです。何かあるとすぐに。あやだやだ。あんなんなる前に、私だったら死にたくなっちゃうわきっと。ボケ防止に指先うんと使いましょ。ほら、あんたのお母さん見たくなりたくないから。と嫌味ばっかり言ってきます。それも旦那がいない場所で。なんだか言い返す気力もないので、嫌味を言われたら聞き流してるふりをしていました。が、それがしわ寄せが来てしまったのか、今日すごい勢いで切れてしまいました。あんたのお母さん、施設入れてるんでしょう。まったく、実の母を施設に入れるなんて、あんたには思いやりとかないの？とこんな風な言葉だったかな？この言葉でなぜか私はプチンと来てしまいました。ああ、そうですよねー。介護って個人でやるのってどうしても限界があるんですよー。たとえ悪いんですが介護する側がストレス溜まってその気がないのに、虐待なんてしちゃうケースがあるんだって聞いたことあります。ああ、わかりましたわかりました。お母さんの介護そうしましょうか。うん、寝たきりになったらー、なんか楽しみ。そしてその後、何がおかしかったのか私はけたたましく笑っちゃいました。旦那が帰ってきて、私が変に笑ってるのにびっくりして何があったか聞いてくれました。その場で笑いながら暴露したら、止めのやつ。違うのよ。嫁ちゃんが嘘ついてるの。なんて言い上がりました。旦那はそんな止めの言葉を遮って。お袋は黙ってろ。もしこいつが嘘ついてたら、こんなにおかしくならねえだろ。俺は 100%、嫁を信じてるんだよ。だから少し黙ってろ。とかばってくれました。もうなんていうか嬉しくて、なんだか自分でもわからないんですが、笑いながら泣いちゃいました。もう少し早く旦那に相談すればよかった。自分バカすぎ。でも旦那の一言で私はスカッとして救われました。さて明日からまた実母の介護。頑張れるぞー。お疲れ様。実母さん大変だけど頑張ってね。しかしどうしてこうも人でなしのバカとめが多いのか。とめがどうこうっていうより、人としてどうよってレベルだよね。大変だね。でも旦那さんかばってくれてよかったね。無理しない程度に頑張れ。ぐっちょぶ通か。旦那がぐっちょぶか。いい旦那さんだよね。これからもお幸せにね。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の感想よろしかったらコメント欄でお聞かせください。励みになりますのでチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。